どうもピアニストの長嶋達也です。今日はちょっと都内にいて、家に戻れそうもないのでここで急遽外で動画を撮ります。今日はベートーベンの、死ぬ間際の再起についてのエピソードをいくつか話していこうと思います。ベートーベンは昔からいろいろと、病気を持っていて、人生生涯かけてねいろいろと苦しんできたっていうのはみんなよく知っている話だと思うんですけれども、一番彼にとって大変だったこと、それはやはり耳が聞こなくなっていったことは、やっぱりね、音楽家にとっては特にこんなに才能のある音楽家にとってはもう本当に致命的な体にも心にも悪いことだったと思うんですね。でこの耳のことが原因で心配症とかうつ病とかに当然なってしまうし、その他にも IBS って言って腸の病気、慢性の腸の病気もあったし、それから、人によっては研究によっては梅毒を多分患っていただろうっていう説もあります。ということで、いろいろな面でもう生涯健康に悩んできたベートーベンでした。そんなベートーベンがね、1826年の12月1日に、ウィーンの自宅にね戻るときに、なんと屋根とかも何もない真冬なのに馬車に乗ってウィーンに戻る、その途中でもう本当に寒い中屋根のない馬車に乗っていて、で泊まった宿がまた暖房のない宿ですごく寒いところ で結局そこで、ベートーベンは熱を出してしまいます。でここですぐに医者に診てもらいたいんですけれども、結局12月の5日、宿に入ったのが12月1日なんだけど、その4日後の12月5日まで結局お医者さんには診てもらえません。その理由がベートーベンの主治医が、ちょっと忙しかったのか不在だったのかわからないけど、ベートーベンのことは見れない。でいつも使っていた代理の医者がベートーベンに怒鳴られたばかりで、もうベートーベンは見たくないと拒否をしたということで、結局お医者さんに診てもらったのが4日後の12月5日。もうその時にはそうだ、大切なこと言い忘れた。ベートーベン実はアル中だったんです。アルコール依存症だから、もう肝臓がもうダメで、肝臓がダメだからもう肌が全部黄色くなっちゃっていて、それだけじゃなくて肺炎にもなっていて、もうものすごい状態だった。でその肝臓の問題で、体液が溜まっちゃうから、それを体液を出さなきゃいけない。で麻酔も何もないから、本当にメスをそのまま直接入れて体液を外に出すっていうことをしてたから、ものすごい痛さだったと思います。でここでものすごいんですよ。ショットっていう、有名な、出版社、楽譜の出版社がなんとベートーベンのお見舞いにベートーベンの好きなワインを1ダース12本1箱送ったそうなんです。もうただでさえアルコール依存症で、それが原因で肝臓が悪くなってるのにそんな贈り物をして、果たしてベートーベンがそれを全部飲んだのかは全然わからないけど、結局たった56歳の若さのベートーベンはその後、体調が完全に戻ることはありませんでした。で翌年の3月24日にはなんと昏睡状態に入ってしまいます。でこの昏睡状態が2日間続いて、1827年の3月26日、これ記録によると、午後5時26分かな、それくらいの時にウィーン市内にものすごい大きな雷が落ちて、雷鳴が響き通って、それと同時にベートーベンが顔だけを、昏睡状態だとベートーベンがね顔だけを上げて、でまるで、戦士に指示をする隊長のように右手を天井に高く上げたっていうんです。で結局それでそのままベートーベンは亡くなってしまうと。でここでベートーベンが最後に言った言葉がこうだとか、いろんなこと、いろんな説があるんですけれども、そこは
記録には全然書かれてないので、これはもう都市伝説で思った方がいいのかなって思います。ということで、ベートーベンが亡くなり、誰の指示かわからないんですけれども、翌日に、死体解剖が行われます。で、その後3月29日に葬儀が行われるわけなんですけれども、この葬儀になんと1万から3万人の人が参加したであろうっていう記事があります。で、ベートーベンが最後に住んだウィーンの家から、ベートーベンが埋葬される北西部にある、ウィーンの北西部にある墓地までの道をもう1万人から3万人の人がずらーっと並んで、最後のベートーベンの姿を見届けようと並んでいたそうです。で、実際の葬儀なんですけれども、ベートーベンが亡くなってから葬儀から、それから、メモリアルサービスまで全部、計画をしたのがベートーベンの親しい友人で指揮者で作曲家だったイグナーツ・フォン・ザイフリートっていう人でした。で、その人は、モーツァルトの生徒でもあったのかな。で、ベートーベンが葬儀で演奏してほしい曲とか何も言ってなかったんで、彼 の判断のもとでその曲が決められたんですけれども、その時に演奏された曲が、ベートーベン実はトロンボーンのための40奏を書かれてるんですけれども、もし聞いたことない人がいたら聞いてみてください。WOO30 かな、後で載せときますね。もうすごくいい曲です。それを、男性のコーラス合唱に変えた、そのザイフリートが自分で編曲したものを演奏して、それから、ウェバー、これ僕たちの知ってるカルロ・マリア・フォン・ウェバーではなくて、バーナード・ウェバーっていう人がいました。その人のウィリアム・テルっていうオペラ、これもロッシーニのウィリアム・テルじゃなくて、このウェバーっていう人の、ウィリアム・テルっていうオペラの中からの合唱、それからベートーベンの葬送ソナタ、皆様葬送ソナタでショパンの前に実はベートーベンが書いてるの知ってましたか。で、オーパス26、これの葬送行進曲をやっぱり、男性合唱団に用に編曲したものを演奏して、何日か後のメモリアルサービスではモーツァルトのレクイエムを全曲、演奏したそうです。本当は、ベートーベンの葬送行進曲、ベートーベンのソナタからのね、その葬送行進曲をちょっとだけ弾こうかなって思ってたんですけれども、ちょっと家に帰れそうもないので、その代わりに、この演奏された各曲のリンクを概要欄に載せとくので、興味があったら聞いてみてください。ただ、いくら調べてもそのウェバーのウィリアム・テルオペラは見つからなくて、だから、ちょっとそれは僕ももうちょっと探ってみないとわからないような感じです。今日はこんな感じです。後ろの桜めっちゃ綺麗ですよね。それでは皆さん、もしこの動画気に入っていただけたらいいねさんお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた、さよなら。